はい、コナンです。スーパーファミコンやっていきたいなと思います。どうして今スーパーファミコンなのかっていうと、これなんですけども、任天堂スイッチのバーチャルコンソールでスーパーファミコンがね来るんじゃないかと言われています。任天堂オンラインに入っている人は無料で遊べてしまう。これ今ねアメリカの FCC っていうね連邦通信委員会のウェブサイトを見てるんですけども、そこにですね任天堂がですねスーパーニンテンドーエンターテインメントシステム、まあ SNES って略されていますけども、これまあ海外におけるスーパーファミコンの名称ですよ。でそれのですねコントローラーの形にすっごくよく似た Bluetooth コントローラーがですね FCC の承認を得たということが分かりました。これ FCC っていうのは、まあ日本で言えば技適みたいな感じ。だからワイヤレス機器はすべてこのね FCC の承認を得て、まあスマホでも、Wi-Fi のね、Nintendo Switch でもそうなんですけども、この承認を得て発売するんですよ。で、これがですね、つい最近8月6日だったかな?に承認を得てて、これ Nintendo のこの田中さんのね、サインも入って、ってますけども、田中さんっていうのはチーフエンジニアの方なんですけども、ということでこれも近々発売するのはほぼほぼ間違いない。もうよっぽどのことがない限り発売されます。でこれがですね、まあ、家庭用ゲーム機任天堂スイッチ向けなんですよ。このね FCC の書類よく見るとこの型番がね HAC042 と書いてあって、この HAC っていうのは任天堂スイッチの型番がね HAC001 なんで、でジョイコンがですね HAC015 ということで、任天堂スイッチ用のねコントローラーではないかと思われます。じゃあどうしてこのスーパーファミコンのさコントローラースイッチで出すのっていう話なんですけども、これはあれでしょう、 今はねスーパーファミコンじゃなくてファミコン用のさバーチャルコンソールが任天堂スイッチでさ、任天堂スイッチオンライン、年間で2400円ね払って使えるっていうね、それに入っている人は、まあ、無料に遊べる状態にあって、でその任天堂スイッチオンラインに入っている人はファミコン用のさオプションでコントローラー買えるんですよ。でこれ発売と同時にねこのバーチャルコンソール始まりました。でおそらくね今度さ、任天堂スイッチライトが出るよね。もうすぐ。9月でしたっけ?で、多分ね、それに合わせて、この任天堂スイッチ、任天堂のさ、スイッチライトってさ、ジョイコンないから。なので、これに合わせて、このスーパーファミコン用のコントローラーを発売して、で、このスーパーファミコン用のね、スーパーファミコンのバーチャルコンソールのサービス始まるんじゃないかなと、僕はね、期待しています。このスイッチオンライン僕入ってるんだけど、入ってる人はさ無料で遊べるんで、まあこの遊べるサービスの内容が増えるってのは嬉しいよね。でね、スーパーファミコンってさ何本ソフトが出たか知ってますか？まあ今から30年ぐらい前のね、まあハードスーパーファミコンなんだけど、実はですねもう1500本ぐらいねソフト出てます。なのでむちゃくちゃ出てる。でその中からバーチャルコンソールで出るのはねおそらく少しだと思います。まあ実際にねバーチャルコンソール、Nintendo 3DS とかね Wii U でありました。でも出た本数はねほんと少しなんで、できればね1500本とは言いませんけども、まあ何百本か半分ぐらい出してほしいよね。ということで今日はですね、僕が出してほしいゲームをねちょっと遊んでみたいなと思います。でも出してくれないかなこれ。第3位はですね、ウォーリーを探せ。こちらタカラトミーから発売されました。ウォーリーを探せ絵本の国の大冒険ということで、まあ当時はクソゲーとかね、まあ今でもそうなのかな言われていますけども、何気にむちゃくちゃ難易度が高い。そして今買おうとするとですね、Amazon で1万6千円ですね。なので、まあ、あんまり売れなかっただけに希少価値が上がっている。なので、もしね、今、このウォーリーを探せ、持っている人が来たら、大事にね、この、取っておいた方がいいと思います。僕は結構好きなんだけどね。とにかく難しい、これ。
さあこの花をねまずは見つける、まあ一番最初なんでこれはさすがに簡単ですよ。でだんだん難しくなっていくんだよね。さあ懐かしいよね、懐かしいと思う人がどれぐらいいるのか。ウォーリーを探せ自体は多分みんな知ってると思うんだけど、これがファミコンのゲームになっていたっていうのはね、知ってる人多分少ないんじゃないかなと思います。多分ほとんどの人が知っているのはあの絵本でさ、たくさん人が描かれていて中で同じ人を探したりとか、あれもねかなり売れました。あのウォーリーを探せシリーズでね、もう何冊も出ています。絵本版もね、絵本版っていう言い方も変なんだけど、僕は結構何冊も持ってます。だからウォーリーを探せは結構 得意というかね、得意ですよ。さあこの花は簡単でしょう。これじゃないの、もう スティックのこの位置がよくわかんねえっていうね。マジか、これじゃないのか。そうだ、これしかないだろう。まあ、よく似た花がいっぱいあるからね。これか、3回チャンスがある。これ何が難しいってね、この当時のスーパーファミコンの時代はそのハイビジョンとかさ、そういうのないので、見てわかる通り解像度が低い、解像度が低いんで、もうどれも同じに見えてしまうっていうね。もうただでさえ難しいウォーリーを探せが、さあ次はこのなんかじいちゃんみたいのウガ、こちらを探していきたいと思います。さあいきなりこっからね難しくなるんすよ、マジで。これどれだよウガってさ。しかもマップがさ、この一画面じゃなくてさ、むっちゃ広くなってんだよね。何画面もあってさ、もう誰がウガなのかわかんねえっていうね。しかも途中なんか謎も解いていかないといけないっていうね。あそこ洞窟あるしさ、無理ゲーだろみたいな。これ子供がさ楽しんでやるみたいなね。まあでもかなりウォーリー得意な人はねいけるんですよこれが。第2位はですね、こちら仮面ライダー。これは結構知っている人多いんじゃないかと思います。このゲームはね正直ねたくさん売れたので今でもねたくさんあります。 Amazon で買っても3000円とかね、それぐらいで今でもね買えます。さあやっていこう。この仮面ライダー、まあ、あの1号2号のねあのストーリーをなぞるような形でやっていく変身だ。ちょっといきなり変身しちゃったけど、これ変身1回しかできないんで、本当はねもっと後半に撮っておいた方がいいです。変身するとむっちゃ強くなるかと思いきや、まあ強くはなるけどまあまあ変わんないっていうね。でこのショッカー軍団を倒していく。でショッカー軍団を倒していって、これ怪人もねもちろんね出てきますよ。さあいきなり出てきた雲男、やべえ雲でやられた。これ今このオリジナルの仮面ライダーを知っている人がどれぐらいいるのかっていうね。まあでもこれが原点だからね。さあボスステージ、ボスがねこれがむっちゃ強いんですよ。来た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 、トカゲロン、トカゲロン、トカゲロンだよ、トカゲ、トカゲ。でこのボスキャラを倒してステージを進んでいくっていうね。で一応ね2人プレイでこの1号もしくは2号が選べます。今ね1人プレイでやってるんで1号でやってるんだけど、本当はね2人プレイでやるとむっちゃ楽しい。そして最後はもちろんライダーキック、これでとどめを刺していくという。この今の動きわかる、この拡大縮小機能がスーパーファミコンにはあるんで今のね動き実現できてるんだよ。さあクリアしました。そして第1位はですね、こちら極上パロデュース、やっていきましょうか。さあキャラはねどれにしようか、まあビッグバイパー面白くないんで、このなんだろう、豚さんでいきますよ。まあキャラはねどれを選んでもね別に有利不利はないので、
で、パロデュース皆さんご存知でしょうか。これね、まあ元となったのはあのグラディウスっていうねコナミのシューティングゲームですよ。それのパロディ版で、すごくねシリーズがたくさん出てる。多分ね、まあオリジナル作品のこのパロディ版、まあ他のゲームもねいろいろありますけども、このパロデュースが多分一番多い、まあ、シリーズとして出たのはね一番多いんじゃないかと思います。まあ、一番最初はね1988年 MSX 版でパロデュースタコは地球を救うっていうのがね出ましたよ。このまあもこのグラディウスのパロディなんだけど、さらにこの24時間テレビの愛は地球を救うをね、このパロってタコは地球を救うっていうね、まあ、メインキャラはタコですよ。でそっからいろいろあのパロデュースだ、神話からお笑いへとかね、過去の栄光を求めてとかダーッとシリーズ化して、まあ、アーケードゲーム、まあ、ゲームセンターのゲームにもなったし、あとプレイステーションでも出ました。そしてこのスーパーファミコン、あとはね、まあ、珍しいところでパチンコ台にもなってるんだよね。しかも最近って言っても2010年、ちょっとだいぶ10年ぐらい前かにもなっているっていうことで、結構このパロデュース好きな人は多いんじゃないかなと思います。僕もね好きです。まあグラディウスシリーズもやるんだけど、正直ねグラディウスシリーズってさ、まあ1はそんなに難しくないんだけど、もう3ぐらいからさむっちゃ難しくて、とてもねこの最終ステージまでたどり着けないっていう感じなんで、それに比べてこのパロデュースは、まあこれもねそこそこ難しいんだけど結構簡単になってるんだよね。どっちかっていうとそのシューティングの腕を競うというよりは、まあゲームを楽しむような感じ。そしてキャラがむっちゃ可愛いよね、この猫ちゃんとかね。なので結構好きです。そしてまあグラディウス特有のさパワーアップシステム、この下にバーがあって、今ルーレット状態なんだけど、今オートにしてるからね基本的には。まあマニュアルももちろん選べて、この自分でねこのシールドとかさあのレーザーとか選べるわけですよ。これもまた変なレーザーで、あとはねなんかベル、これはねあのツインビー、オリジナルはねツインビーなんだけど、まあ、ツインビーって言ったらあのベルでパワーアップする、ベルの色をねこのミス弾を打つと色がどんどん変わっていって、この自分の好きな色のところで取ってやるとそのパワーアップするっていうね。だからこのツインビーとグラディウスの要素が合わさってるんで、まあ、結構これ最後までやるとね長いこれは30分以上かかる、1時間近くかかるかな、結構何面もあるんで。さあボスキャラ、猫ちゃん、ボスキャラじゃないな、中ボスぐらいかな、分かりやすいよねここを打ってくれみたいな。さあ倒しました、猫の戦艦みたいなね。さあこのあともう少し行くとラスボスが出てくる。さあこのベルもね自分の好きな色の時に取ってやるといいと。しかもなんかパワーアップちょっとスカってなんかむっちゃ弱くなってるし。さあボスキャラは、おう人魚、目を狙え、この炎の文字は敵なんで避けながら目を狙っていきます。パロデュースシリーズはね実はあのセクシーパロデュースっていうのもありました。まあ言うだけあってねセクシーな感じで、もうこれよりももっとセクシーですよ、ギリギリな感じ今で言うとね確かスーパーセクシーパロデュースは、まあ、アーケード版、スーパーファミコンでは出てないのかな、プレイステーションで確か出てました。まあ年齢制限の都合でしょうか。